はは、い、こんにちは陽介辻です、えー。私はフィジカルトレーナーをしながらメンタルコーチ、まあ、あと本を出したり、まあ、音楽活動ですね CD を出したりしていますであとパーソナルトレーニングジムのボディーブランニングの運営をしています、えー、今日は筋トレをすると強運になれるっていうお話をしていきたいと思います、はい、筋トレをすると強運になれる 知ってましたかこれですね本当にになれるんですよ、ね、で、まあちょっと質問なんですけどもまああなたは運がいい方ですか悪い方ですか、まあ、こういうとまあどちらかに二極化するんじゃないかなと思うんですけども私自身は結構運がいい方かなと思ってます。 っていうよりも運がいい,運がい,いと思いいい込んでます、はい、これね、まあ、運がいいか悪いかというのは、まあ、あの実態がないから、まあね、分かんないと思うんですよね。どう捉えていくかで全然変わっていくと思っててでまあなんかこう自分が思うには運がいいと思うのは 多分です、ね、運がいいと思った方が運が良くなります。うん、これ間違いないです。私は運が悪いなと思ってたら、まあ、本当に運が悪いことが起きたりするんで、まあ、思い込みでもいいんで運がいいっていうのを、まあ、思っててもらったらいいんじゃないかなと思います。で、まあ、そういう気持ちになるためにまあ どうやったらね、慣れるかっていうのはそのメンタルトレーニングとか、まあ、メンタルコーチングとかね心をね、トレーニングすることもできるんですけども私が一番やってほしいのは筋トレですねで筋トレをすることで運が強くなって運が良くなるでねなんでね筋トレすれば運が良くなるのかで一応これ理由がね、ありますで筋トレすると 自己肯定感と自己尊厳力を高めることができます。で筋トレすればねあの結構私にもできるとかね力がついたとか体力が上がったとかできなかったことができるようになるっていうことがね起きていきます。そうすることで、まあ、自信がついて、まあ、あの意識的なこととか無意識的な、まあ、思いですね気持ちがポジティブになります。 でこのポジティブになることがめちゃくちゃ重要で、まあ、そうなることで結果的にまあで物事をあの前向きに捉えてまあ考えることができれば、まあ、目の前に広がる世界もまあそういう、ね、前向きな世界が広がっていきますで逆にねそういうネガティブとかねそのマイナスに捉えることが多ければ、まあ、そういう世界になりやすいんですよね なので、まあ、前向きに捉えるようになるために筋トレをするというのがね、まあ、一番おすすめかなと思っています。はい、でもう一個ね無意識の影響も、ね、考えてみてほしいですで。ポジティブにしてても無意識ではネガティブな人って結構多いですで。そうなってるとネガティブな世界になってしまいます。で意識的な、まあ、想念と 無意識な想念まあ重いですねは無意識の方が力が強いですで過去に起こった出来事がまあ心に深い傷になっていた場合それが,それがまあトラウマとなって無意識の、まあ、あの想念に影響を与えてしまうことってありますでこれ無意識なので自分ではあの感じていないことが結構厄介でまで、あ、気づけば良いけど無意識なのでなかなか気づかない場合が結構多いんですよね でそれを乗り越えていくには、まあ、考え方や捉え方を変化させていく必要があるけどまあね長年であることなのでそうそう簡単に変化することは難しいかもしれないただねそれをプラスに変えてくれるのがやっぱりね筋トレなんですよ。で筋トレをすればまずね自分はできる。 自分にはここまでできるようになった自信がついて自己肯定感や自己尊厳力を高めて前向きな思い繋つながって物事をポジティブに捉えるということができるようになります、まあ、そうなることで、まあ、無意識の方にもねあの良い影響を吸り込んでくれますでその結果、まあ、運を引き寄せて運が良い世界で生きることができるんじゃないかっていうところをちょっとね今回は言いたかったですはい で、まとめなんですけども、まあ、筋トレはね単に体を鍛えて体を強くするだけではなくないということを知っていただきたいですで見えてる肉体を高めることはもちろんですけども見えない心も高めてくれますはい、で、そして運まで良くしてくれるのが筋トレです、まあ、ここまででね筋トレをしない理由ってあるのかなと思ったりしますけどももう今すぐにでもね筋トレをしてほしいです でなかなか筋トレのモチベーションが上がらない人もいると思うんですけども、まあ、そういう時はね、まあ開運だと運が良くなるんだと思って取り組んでみたらどうでしょうかで必ずね、まあ、筋トレすれば運が良くなり、まあ、あなたが望んだ世界になると思っていますはいまあそれに向かってね筋トレをしてあげていい世界でね、生きてほしいかなと思っていますのでよかったら筋トレしっかり やって欲しいいかなと思います、はい、それではねまたこれからもねいい情報を発信していきますのでよかったら聞いてください。であとチャンネル登録の方も待ってますのでよかったらチャンネルの登録の方もよろしくお願いします。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。洋輔辻でした。